こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画ではちょっとですね、検証をしてみたいなと思っています。僕はですね、 YouTube の中でスニーカーをおすすめすることが多いのかなと思っています。その中でも一番登場機会が多いのは、皆さんもご存知の通り白レザースニーカーなんですね。まあ今こちらに持ってきてるんですが、まあこのアイテムは僕の中でもちょっとした代名詞的なアイテムになっていまして、ことあるごとにご紹介してきたアイテムなのかなと思っています。まあ、この白レザースニーカーのメリットというのは、まあ何度もお伝えしてるかなと思うんですが、まあスニーカーというカジュアルなアイテムではあるんですが、オールレザーになっているので結構シンプルで大人っぽく見える点なんですね。ですので意外とですね、カジュアルシーンだけではなくてビジネスカジュアル的な着こなしにも合ってしまうのがですね、この白レザースニーカーなんですね。例えばネイビーのセットアップに内側に白 T シャツを着て、そして足元を白のスタンスミスにする、こういった着こなしなんかは非常に使い勝手がいいのかなと思っています。カジュアルからビジネスカジュアルまで使えるという点で、まあ、これ以上使い勝手のいい靴はないのかなと思っています。ただですね、この白レザースニーカーにもメリットだけではなくてデメリットもあるわけなんですね。それはもう皆さんも薄々感じてるかなと思うんですが、やっぱりですね、白なのでなんといっても汚れやすいわけなんですね。これもどうしようもないですね。黒だとかネイビーの靴であればそこまで汚れって目立たないと思うんですが、白レザースニーカーはもろにですね、汚れが目立ちやすかったりするので、そこがですね、一つの難点なのかなと思っています。このデメリットの解決方法っていくつかあるんですが、一番はですね、あんまり気にしないってことですね。まあ、汚れるのはしょうがないというところで、まあ、あんまり神経質になりすぎないっていうことが一番の解決方法だったりするかなと思うんですが、でもですね、一度買ったらやっぱり長い期間履きたいじゃないですか。僕もその気持ちは同じなので、いろいろとケアをしながら白レザースニーカーの寿命をですね、伸ばしてきたんですね。まあ、具体的にどんなことをやってるのかというと、僕がよく使っているのはですね、お手入れの際にこういったものを使う手段なんですね。これなんだかわかりますか？よく100均なんかで売っているメラミンスポンジというものですね。いわゆる激落ちくんみたいなものなんですが、これがですね、スニーカーのお手入れには間違いなく使えるアイテムなんですね。どのようにして使うのかというのはもう皆さんご存知の通りなんですが、洗剤だとかそういったものは使わなくていいんですね。こちらを水に浸して、あとはですね、表面の汚れを取ってあげるというのが一番よく使う方法なんですが、中でもですね、スニーカーってこのソール部分が白いものが多いかなと思います。まあ、白レザースニーカーに関してはもちろん白のソールがついていることがほとんどなんですが、ブラックですとかネイビー系のレザースニーカーでもこういった底の部分はホワイトの場合が多いんですね。ここがね、結構汚れやすいんですよね。ここの汚れに関しては僕はいろいろ試したんですが、間違いなくですね、この激落ちくん的なものでこすってあげるのが一番落ちるんですね。ですので白レザースニーカーを所有する方は間違いなくですね、こういったメラミンスポンジを持っていただくといいかなと思っています。一番最初はこちらのメラミンスポンジを使うのがいいかなと思うんですが、もうちょっとですね、丁寧にお手入れをしようと考えたらですね、あると便利なのがこういったものですね、スニーカークリーナーというもので、こちらはですね、スプレーをすると泡がもこもこと立ち込めるわけですね。そして少し時間を置くと表面の汚れが取れるというような商品になっていまして、これも結構汚れ落としには最適なのかなと思っています。結構いろんなスニーカーで使っているので、皆さんにもおすすめしやすいかなと思っています。そして最近ですね、僕が見つけて気に入っているのがですね、スニーカーケアホワイトというアイテムなんですけども、これって白レザー専用のクリーナーになっているんですね。他のスニーカーには使えないんですけども、白レザースニーカーの汚れだとか黄ばみを落とすのにすごく最適なので、こういったものをですね、だいたい 2,3 ヶ月に1回使いながら、なるべく良い状態というものを保つようにしています。まあ、このような形で白レザースニーカーのデメリットである汚くなってしまうという点をですね、なるべくカバーしながら長く長く使っていくようにしてるんですね。そして今僕がここに持ってきてあるですね、レザースニーカーなんですけども、だいたいですね、3年近く使ったわけなんですが、どうでしょうか皆さん、この位置から見てだいぶくたびれてるのがわかるかなと思います。後でもうちょっと近くでお見せしたいなと思うんですが、まあ、どんなに丁寧に手入れをしながら使ってもある程度の年数経つと、やっぱりですね、全体的な汚れってカバーがしきれなくなってくるかなと思います。細かな傷も入ってますし、全体的に色味のトーンがですね、くすんできてですね、ここまで来るとそろそろ寿命なのかなって感じるわけですね。だいたい僕の白レザースニーカーって長く持っても3年ぐらいが限度かなと思っていまして、どうせ捨てるのであればその前に一つ実験をしてみたい
なと思ったんですね。じゃあどんな実験をしたいのかというとですね、この白レザースニーカーを同じく白のスプレーで塗ってみるという実験なんですね。そうすれば新品同様の綺麗さがまた戻るんじゃないかというですね、仮説を立ててみたわけですね。これはですね、実際に YouTube だとかウェブ上で検索しても同じようなことやってる方がいないんですね。ですのでちょっと心配ではあるんですが、もう捨てる覚悟は僕の中でできてるので、せっかくだったら皆さんと一緒にですね、その様子をシェアできたらなと思って、今日実際にこれからやってみたいと思います。実際ですね、これやってみた結果っていうのは僕は今からでは全く想像がつかないんですね。実際にやってみてそれがバチッとハマって皆さんにめちゃくちゃおすすめできるかもしれないですし、この後の動画がどう転ぶのかは僕にも責任が持てないので、ぜひ皆さん最後まで見守っていただきたいなと思っています。それでは早速作業を進めていきたいと思います。はい、実際に作業に入る前に現状をですね、まず確認してみたいと思うんですね。まあ、先ほどはちょっと遠目だったのでなかなか分かりづらかったと思うので、もうちょっと拡大しながらですね、今の状態をですね、皆さんに見ていただきたいと思っています。はい、こちらがスタンスミス3年間履いたものなんですが、まあ、先ほどだと遠目で分からなかったと思うんですが、結構汚れだとか傷が目立つと思うんですね。まずこういった部分にも汚れですね、ちょっと茶色っぽい汚れがついていますし、あとはサイドもですね、ちょっと傷が入って色が黒ずんでるところがあるのかなと思います。後ろを見てもですね、こういったところの傷が入ってる部分っていうのはなかなかですね、捕食してあげないとどうにもならない部分なのかなと思っています。最初のトーンに比べとだいぶ汚くなっているのが分かっていただけるかなと思っています。あとはですね、紐も見ていただきたいんですね。紐もね、やっぱりそれなりにくたびれてきていまして、かなり汚れが目立っているかなと思います。今回はですね、この紐もせっかくなので新しくしたいなと思っていますので、そちらもですね、後ほど解説したいなと思います。今回はですね、ちょっと比較をしたいなと思っているので、こちら紐を取った状態なんですが、こちらの方だけまずはですね、白く染め上げていきたいなと思っています。そしてこちらのですね、何もしてない状態とどれぐらいの違いが出たのかをですね、皆さんに見ていただきたいなというふうに思っています。はい、ということでここからはですね、実際に作業に移りたいと思うんですけども、今手にしているのが白のスタンスミスですね。紐は全部あらかじめ取ってあります。この状態から作業を進めていきたいんですが、まず最初にですね、雑巾で全体の汚れを落とします。そうしないとですね、表面にちょっと凹凸ができてしまう可能性があるので、表面の汚れをですね、取り除いてから進めたいと思います。特にコツはないです。ただひたすら綺麗に拭くだけですね。はい、ちょっと拭いてみたいと思います。ちゃんとソール部分もですね、拭いてあげますね。まあ、これだけでもですね、だいぶ汚れは落ちるんですが、まあ、もちろん落ちきれないような細かい汚れとか傷もたくさんあるので、まあ、水拭きではですね、この状態が限界かなというふうに思います。はい、綺麗になりました。そうしましたら次にやりたいのはですね、マスキングという作業なんですね。まあ、全体的に白く塗るんですけども、ところどころですね、こういった黒い部分があるので、こういった部分は塗りたくないという形になるので、この部分をテープで貼ってマスキングをしていきます。まあ、マスキングテープ、ちょっと専用のものがなくて、工作用のマスキングテープしか手元にないので、これを使いたいなと思うんですが、このかかとの部分にマスキングをしていきたいと思います。あんまり器用じゃないんでね、皆さんやりながらね、ちょっとこうツッコミがあるかもしれないですが、ちょっとですね、やっていきますね。まあ、まずはですね、全体的にザクッと貼っちゃって、後からですね、余分な部分を切っていくっていう感じかなと思います。はい、こんな感じでマスキングが終了しました。しっかりと隙間がないようにね、ペタッとくっつけていただいて、ここは僕より皆さんの方が上手いかもしれないですが、隙間がないように貼り付けることができました。大丈夫だよな。はい、大丈夫そうですね。こうできたらですね、今度は余計な部分をカッターで切っていきますね。これで余計な部分を切って、そこだけに色がつかないようにしていきたいなと思います。はい、切れたのでちょっと取っていきますね。うまくできるかな。おお、取れた。まあ、こんな具合かな。まあまあでね、まあまあでいいっすよね。ちょっと完璧はなかなか難しいので、ほぼこれでマスキングができたかなという感じですかね。はい、こんな感じで
マスキングができました。この黒いかかとの部分がテープで隠すことができたので、あとはですね心置きなく塗れるかなと思います。あとこのタンの部分がブラックになっているので、これはですね内側に入れ込んでしまってスプレーがかからないようにしたいなと思います。この状態ですね。はい、これでですね一気にいけるかなと思います。今回使うのがこの染め球というものですね。こちらはまあいろんなスプレーがあるんですけど、その中でもレザーにもですね吹きかけることができるスプレーとして結構有名なので、これまでにですねレザージャケットの色を染めたりだとか結構いろんな形で使ってきたんですが、今回もこの染め球を使って色をつけていきたいと思っています。それでは早速この後ですね吹きかけてみたいと思います。はい、ということで準備ができましたので、これから実際にやってみたいと思います。中にもしっかりと詰め物してますので準備は万端です。はい、こちらは先ほどご案内した染め球ですね。ちょっとやってみますね。はい、ということで仕上がったのでですね実際に見てみたいと思います。どうでしょうかね。こちらが今回染めたもので、こちらは何もしてない状態ですね。まあ、この状態で見ても明らかにですね綺麗な状態に仕上がったのが見ていただけるかなと思います。今こうして見てみるとですねかなり自然な風合いで、個人的にはですねこれ成功したんじゃないのかなと思ってるんですが、皆さんいかがでしょうか。比べてみてもですね全然同じホワイトでも透明感が全然変わってくるのが分かっていただけるかなと思います。かなり綺麗に染まりましたね。ちょっと中を出してみたいと思いますね。はい、こんな感じですね。中のタンもですね染まってないのでいい感じに仕上がってるかなと思います。あと大切なのはこのかかとの部分ですね。マスキングした部分が綺麗に仕上がってるかどうか、ちょっとこれからですね剥がしてみたいと思います。ちょっとドキドキしますが、よし、どうでしょうか。かなり綺麗に仕上がってんじゃないのかなと思います。我ながらこれはよくできたかなと思っています。まあ、ところどころねちょっと白く濡れちゃってるところもあるんですが、ここはまあ許容範囲かなと思っています。まあ、かかとの部分にもですね結構傷が入ってたんですが、ちょっとまだ少し傷が見えますが、もうちょっとですねこの後2度塗り3度塗りすればこの辺りもカバーできるのかなと思います。全体的に見てもかなりですね仕上がりがいいのかなと思ってるんですが、皆さんいかがでしょうか。塗るのはだいたいですね5分くらいで終わりましたかね。2度塗りしたんですけども、そんな時間もかからずにですねこの状態まで仕上げることができました。実際に塗ってから今この状態になるまで乾くまで10分ぐらいでしたかね。もう全然今ではサラッとしているので全く問題なく使えるかなという範囲なんですが、所要時間はですねおよそ20分ぐらいでこれぐらいの仕上がりになりました。これはかなり満足度の高い仕上がりかなと思っています。まあ、ここからはちょっとですね新しい紐を買ってきましたので、こちらを通して完成まで持っていきたいなと思っています。今回はですね ABC マートの銀座店で買ったものなんですけども、製造元モリット株式会社さんというところで作っているですね300円の紐ですね、こちらを通してみたいと思います。まあ、紐の長さなんですが、まあ、およそ120センチぐらいがいいだろうということがよくネットとかにも書かれているので、今回は120センチの長さのものを選んでいます。通常のスタンスミスの紐って平らなんですよね。でも今回選んだのは少し立体感のあるものを選んでいます。これがハマるのかどうかわかんないですが、ちょっとですねしてみたいと思います。はい、ということで完成しました。どうでしょうか。はい、全然違いますね。
これがまだ塗る前の状態ですね。靴ひもも汚い状態で、だいぶですね3年間ということで履き込んだ形のスタンスミスになっています。そしてこれがですね、今回実際に染め球で塗ってみたですねスタンスミスですね。靴ひもも今回変えてみたんですが、真っ白な靴ひもですが本体がすごく綺麗になったので、すごく相性のいい形にはまったかなと思っています。いいんじゃないですかね。これはね、僕個人としてもかなり満足度が高い仕上がりかなと思っています。正直ですね、これはやってみないと結果がわからないので、出たとこ勝負だったんですが、かなりですね満足のいく仕上がりになったのかなと思います。この状態であれば、まあ、少なくともあと1年半ぐらいはスタンスミス履けるのかなというふうに思っています。皆さんもですね、お手持ちの白レザースニーカーあるかなと思うんですね。そういう方も今僕が持っているこちらのようにですね、どんどん使ってるうちに経年変化してしまうかなと思います。そういう場合は日常的なメンテナンスをしながらケアをしていただきたいんですが、それでもですねこれぐらい3年ぐらい使うと汚くなってしまうんですが、そういう場合はですね、染め球を使ってあげるとこんな綺麗な仕上がりになるということが今回検証結果として知ることができました。まさかここまで僕はうまくいくと思わなくてですね、かなりテンションが上がっているんですが、この後こちらの方も綺麗にして、またですねこちらのスタンスミスを楽しみたいなと思っています。ぜひ皆さんもお試しください。以上、スタイリストの大山俊でした。こちらのチャンネルでは30代40代の男性に向けて分かりやすくファッションの基本やトレンドを解説していますので、ぜひよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた。